はい、どうもアティです。さあ、今日もホールガイズやっていきましょう。まずね、1戦目はトラックアタックなんですけど、だいぶ初期位置悪かったですけど、まあでもだいぶ突破に関してはもう大丈夫そう。しかもこれで1位にも慣れていると。あー、転んじゃった転んじゃった転んじゃった。まあまあまあ、あー、抜かれていく。1位なれないけど、とりあえず突破です。ナイス。さあ、続いてはぐるぐるファイト。とりあえず、まあね、安定を取っていきましょう。またね、このバーとか使うといいんですけど、まあ、こっちでね、使うっていうのも全然ありなんで、これでいきましょう。で、まあね、でもこれ系の動画いつも本当に一戦しかやってないんですよ。だから毎回ああやって実勝まで行ってるの結構自分の中で奇跡だなと思ってますね。普通にね、普通に落ちることザラにあるんで。はい、じゃあここは1位ですね。よし、ことでクリア、ナイス。さあ、続いては動スポですね。動くスポットライトやっていきましょう。何気にこちらの動画では初登場かもしれないですね。まあ、基本的にはこうやって上をキープするっていうのが大事なんですけど、まあでも例外もあるというか、あー、そっち行っちゃう。そう、本当にね、このライトがね、気まぐれな動きするんで、まあ、とりあえずクリアは問題なさそうですね。うわ、気まぐれもいいとこ。危ない、クリア。さあ、続いてはね、さあ、やってきました。ハイパードライブヒーローです。まあ、ここは、自分がね、よくショートカットして、最速ゴールをするっていう動画をね、上げさせてもらってます。なので、この動画でも当然、そのショートカットをしていくんですけど、正直そんなに成功率高くないんで、もしかしたら、この動画としては初の途中での敗退になってしまうかもしれないですね。まあ、そうなったら、この動画ここまでになっちゃうんですけど、まあ、ちょっと見ててください。まあ、やることとしては基本この先ですね。この先のエリアにおいて、ショートカットをすると。まあ、具体的に何するかっていうと、このホバーボードの端っこぐらいからバージャンをしてあっちに行きます。さあ、ご覧ください。あー、できなかったバカいやー、かっこ悪いな。かっこ悪い、やばいですね今の。まあ、バージョンをしてあっちに行って、でさらにその先の、ハンマーを使ってゴールまで行くと。まあちょっとね、詳しくは、ね、自分のチャンネルの頭にショートカットがうまくいった世界のがね、置いてあるんで見てみてください。まあ、ちょっと何の締まりもない動画なんですけど、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、うまくいった世界がこちらです。まあ、こうやってバージャンプを決めて、で、この先のね、このハンマーをうまく誘導してこうですね。 でこれまでするともう最後はね、キリジャンすれば届くんで、まあこんな感じです。まあ落ちたらね、終了なんでリスク高いんですけど、やってみてください。